やばすぎるぞ。やばい戦いが、また、ダダーン！ドラゴン！最強大塚！今回ドラゴンだぜ！この世の中にはさ、いろんなドラゴンがいるが、その中で最強は誰かって、気になるわ！誰だ？最強のドラゴン。いろんなドラゴンいるじゃん。これ、竜も含むのかな？それとも竜は含まないのか、ドラゴンだけかな。いや、全部含めてドラゴンかな。それともドラゴンの敵は、あ、ドラゴン出ねえ出ねえ、特別干渉付きで、特別干渉ついてんだって。これやばいよね。だ、その特別干渉をみんなで見てみようかなと。みんなちょっとゲットして会員になろうぜ。これ何の会員か分かんないけど、何の会員になれるんだろうね。これはあったわ、ここにあったぞ。みんな一番後ろにあったぞ。ダダーン！ ISA だってさ。へえ、国際最強頭眼協会だって。インターナショナル最強アソシエーションみたいな感じかな。おお、すげえ、それの会員になれるわけか。みんなチャンスだぞ。これドラゴンの最強頭眼買ったら会員になれるぞ。会員になろうぜ、みんなで。で、これ何かというと、国際最強頭眼協会は、最強頭眼シリーズの愛読者かつ、会員証に記された心得を守る方ならば誰でも入会できる組織なんだって。公式会員証に印字された番号はカードごとに違っておりますが、番号の大小に優劣があるわけではないと。現時点でこの会員証、会員番号により何かしらの優遇やサービスが受けられるわけではないと。この会員番号を使ったサービスやイベントについては現在検討中。あ、じゃあこれ番号見せない方がいいね。番号、自分のマイナンバーみたいなもんでしょ、これ。隠した方がいいか。じゃあデザインだけ、ちょびりかな。いや、いいね、なんか、選ばれし者の、ね、可愛いみたいな、ね、メンサみたいな感じでね、IQ とかも書いておいてほしくない？下になんか IQ テスト受けてさ、下に IQ とかも書いておいてほしいな。いや、なんかすげえ、これどうやって開けんだろう？これどうやって開けんだろう？ちょ、カッターで、あれだな、綺麗にちょ、切りたいね。せっかくの会員証だから、かっこいいんだろ、どうせ。どうせ、ドラゴンのデザインかな。あ、やべ、ちょ待って、ちょ待って、ミスった。オッケーオッケー、上から開ければいいんだよな。おお、いたぞ。ちょ待って、あ、ちょ待って、会員番号は見せらんないから、一応隠しとかないとダメでしょ。会員番号、このね、あとイベントとかね、使うかもしれないからね。会員番号でプレゼントみたいなのあるかもしれないから。おお、かっこいい、かっこいい。めっちゃブラックカード、ブラックカード、すげえ、なんかおしゃれなカードじゃない。国際最強図鑑協会公式会員証。え、これは熱いね。で、ここにね、自分の番号、マイナンバーが書いてあるから、見せないようにみんなも注意してね。まあ、見せても大丈夫かもしれないけど、まあ、一応ね、隠しておきまして、このようにね。ちらっとね、チラリズムすると、まあ、こんな感じで、ここに書かれておりますよということね。この番号を使ってなんかプレゼントとかあるかもしれないから、もうできるだけ隠しておきまして。で、会員の心得だって。心技体を磨き、常に全力で最強を目指すべし。大丈夫だ。一時の勝利に怯らず、敗者への敬意を忘れるべからず。大丈夫だ。で、ここに名前を書くのが、ユーザーワールドって書いておこう。ちょっと、後で書くか、ユーザーワールド。いや、いいね、かっこいいな。デザインもかっこいいしね。すげえ。これは活かすわ。今はまだ特に特典とかはないみたいだけど、これ番号書いてあるからさ、一応ね、会員番号をゲットできてるから、なんかね、公式サイトとかできて、ね、本当になんか活動してくれるんだったら嬉しいよね。いや、なんかこれ持ってるだけで嬉しいけど、やっぱやって、俺らファンからするとね、こういうのなんかどんどんイベントやってほしいよね。集まりとかね。そしたらみんなに会えるかもしんねえしな。おおっつって。いや、いいね、これね、こういう国際最強図鑑協会公式会員証。いや、みんなもぜひゲットしてみて。もうこれ、自分の番号手に入るからね、ちゃんとこの自分だけのカードをゲットして、あとはイベントを待とう、イベント、このドラゴン最強図鑑読んでな、イベントを待って、ドラゴンの時はでも誰が一番なのか、早速読んでみるわ。ちょ、予想つかんな。リヴァイアさんとかもドラゴンに入んのかな。あとなんかね、商品のカタログみたいのもついてる、これ。すげえ、これ前開封したよね、もう全紙コンプしたやつ、リアルなフィギュアがついに登場ってやつ。これはもうコンプしてるよな。夏い、すごい夏い。去年だよね、これね。そうだ、そうだ。これもコンプしたわ。で、他にもたくさん、あ、最強図鑑とか出て、チョコエッグね。
俺の知らない商品とかあるな。おお、防犯ブザーとかもあるよ。なんか防犯ブザーとか、あ、これも開封した恐竜。あ、そう、これも最強だったもんな。そういえばな、最強図鑑、最強ワッペン、これ知らんな。あと水鉄砲とかもあんだね、今の季節ね。あ、いいね、俺これ欲しいな。下のサメっぽいやつかっこいいな、青いやつで、ビーチグッズに文具、あ、いろんななんか出てんだな、これすげえな。チョコエッグだけじゃなくていろんな商品出てるわ。気になったやつ買ってレビュー撮ってみようかな。レビューで防犯ブザーとかかっこいいかもね、これね。いろんなのがあるな。この、あの、同じシリーズだと思うんだけど、これフィギュアシリーズあったじゃん。俺さ、新しいのゲットしてきたんでね。新しい、ちょ、待ってね。ドゥルッドゥッドゥルルドゥッって見て。うわぁ、最強図鑑フィギュア。水中、最強、やばくない？水中の最強図鑑の、あの、前回のはこれ、あの、厳重だったじゃん。あの、そう。厳重、あの、モンスターのフィギュアだったんだけど、今回は水中最強図鑑ということで、水中のバケモンたちの俺の大好きなあれがいるでるって、これは次の動画で開封しようと思うので、全種公務目指してね、全12種一発で2種特別カラーがあるんだよね。1個660円ですと。ラインナップはこんな感じで、ね、いやー、新しいのこれなんでここに書いてなかったんだね。新しいのも出てて最強すごい盛り上がってきてるね。あと会員番号でなんか特典とかもらえたらすごい嬉しいんだけど、早くやってほしいよね。検討中って書いてあったから、まあ俺たちは今できることはカードゲットしてますということで、また次回次の水中最強図鑑でお会いしましょう。まあこのまま撮るからこの連続でこれね3箱あるんでね、実は。